はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日は中年親父の丸い猫背型を直そう。上の収縮だけをやっていくんじゃなくて、肩関節自体が柔らかくないと、こっち側にね来るようなこの柔軟性がないと、上だけは収縮する準備ができても、そもそも硬ければ来ないわけですね。つまり脇のあたりが硬いと全然来ないわけです。で、本当にこの形の人は本当脇が硬いんですよ。脇が臭いじゃないですよ。脇が甘いでもないですよ。脇が硬いんです。その脇の硬いのを解消しなければいけないということです。そのためにプルオーバーというのをやっていきます。プルオーバーというのは、ここからこういう感じで運動していくものなんですけれども、こういう感じですね。まあだいたいやっぱりちょっとベンチがないといけないかなと思います。ベンチがあってね、ベンチのこの角のところに肩甲骨の下の角を当ててます。肩甲骨の下の角をベンチに当てて、それからまあ頭を下ろしていいです。で、お尻をちょっと下げることによって腰を少しアーチさせますね。腰を反らせておいて、でっちでこっとキュッと下げておいて頭を落としますね。で、そこから手を重ねるようにダンベルを持ってこうね、持って肘を伸ばした状態じゃなくてちょっと曲げていいです。肘のロックを外すけど、これ開かない。肘を見えるから。こう、開かないでこれをと閉じる。肘を閉じたままでいきますよ。肘を閉じたままで肩を中心に脇を伸ばしていく。で、これ脇を伸ばすということで、これダンベルだけにとらわれていくと、これ結構腕を曲げちゃう人なんですよ。腕を曲げるんじゃなくて、ダンベルね、向こうに行く感じ。ここから向こうに行くイメージで言った方がいいですよ。肘こうちょっとロック始めますよ。それ肘閉じてますよ。肘できるだけ閉じます。閉じといて、ダンベル向こうに行くような感じで、息を大きく吸って脇を伸ばす。お尻上がらない。息を吐く。息を思いっきり吸いだけ吸って、息を吐く。できるだけ向こうに行きます。向こうね。下じゃないですよ。向こう。息を大きく吸って、吐く。息を大きく吸って、吐く。今、まあ、約体と今ね、この上腕が一直線に近いあたりまで行ってると思いますが、これがなかなかね、ここまで来ないですよ。肘を閉じた状態、肘をしっかり閉じた状態で、肘がね、今天井に向いてます。ロックを外してちょっと曲げてるんだけど、肘を天井に向くような方向に締めといての向こうにダンベルやっていく。で、その時に思いっきり脇を伸ばして息を吸ってね、息を吸って肋骨を全部開く感じ。吐く。息を吸って胸を膨らませてもらって、息を吸っといて目いっぱい肘を落としていく。ダンベルじゃない、肘を落としててダンベルの向こうという感じで脇を伸ばしていく。で、このプルオーバーというのは通常は、まあ、今のその脇の筋肉を、大円筋あたりを引き伸ばしながら、そこの筋肉を作るために、筋肥大させるためにやっていったりしますが、まあ、場合によってはちょっと胸のトレーニングとしてやったりしてもいるんですけど、今のちょっと肘を閉じた状態では脇は伸びていきますね。これは大円筋のトレーニングじゃなくて、その大円筋と広背筋あたりを伸ばしているということ。普段、ね、腕こうなってますから、大体がもう縮んだ状態のままなんですよ。ほとんど縮んだ状態。で、ラットプルダウンとか懸垂やってるのも、腕このぐらいなので、そこまで伸びてない。ただ、今の脇を閉じて、ぐっとここまで来るのが一番、その、大円筋あたり、広背筋が伸びたところになってくるんですね。そこを使うということなので、筋肥大が目的なので、軽い重さでやっていきます。軽い重さ。今のこの僕のダンベルは5キロなんで、まあ、5キロが男性でもいいとこじゃないですかね。5キロぐらいでいいと思うんですよ。それをしっかりと、大きい息を吸う。目いっぱい脇を伸ばすとこまで行ったら戻してくる。目いっぱい脇を伸ばすところまで行ったら、ここでちょうどこの辺に張り、伸びを感じます。しっかりストレッチをして、息を吐く。お尻が一緒に上がってしまったりいいんじゃなくて、お尻を落として、腰のアーチを描きながらも、こっち、遠くに行くようにすることで、脇が伸びてきますね。三頭筋の付け根も多分伸びると思います。これをしっかり伸ばしておいて、吐いていく。息を大きく吸ってストレッチ。という感じ。まあ、これはストレッチが目的なので本当に軽くやっていく。で、今のフォームきちんとやってくださいね。フォームが違うと全然違ってしまいますね。細かいフォームのところを気をつけて、
上の収縮だけじゃなくて、とにかくこっちが伸びないと、ショルダープレスやった時にここが硬くていかないというのも当然あります。だってショルダープレス今言ったような、この角度で上げていくわけだって、ね、プローバーがいかないんであれば、そもそも絶対上に上がらないと、やっぱこっちになっちゃいますよね。だから、まずプルオーバーでこう伸ばすということはすごく大切になってきます。それから、肩がそもそもこうなってしまっていると、後ろ側のとにかく伸びが激しいんです。とにかく後ろが伸びていることが激しいので、今度は後ろ側が収縮できるような、そんな肩を作っていきたいと思います。で、まあ、リアサイドレーズなんですけれども、前傾姿勢のサイドレーズですね。体がここから猫背になってくる、猫背になってくる。結構猫背でいいです。猫背のままでいいです。この少し倒れて猫背。このぐらい倒れていきます。で、ここからサイドレーズをやっていくんですけれども、この時に、まあ、この猫背からやっていくんですけど、ダンベルは軽めでいいです。多分男性でも、これもね、本当多分3キロぐらいでいいんじゃないかなと思います。結構軽めでいいです。で、ここからあえて猫背のままわざと一気に強めにいきます。強め。ゆっくり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 強くという感じ。あえて強くいく。ここから強くゆっくり強くゆっくり止める感じ。自分では止める感じ。トップを止める感じ。こう止める感じ。これに関しては息は丁寧にやると言わないです。一番欲しいのはトップで収縮のところを使ってほしいので、バンと反動をつけながら持ったら、体はあまりきついね。ちょっと腕の反動だけでガンと上げて、トップで止めて。止めて、三角筋の後ろだけじゃなくて、僧帽筋も使っても構わないです。僧帽筋の、このかなり後ろのラインを、ね、ここ、全部を使って構わない。全部で止める。ここが欲しいですよ。これだけ、バンと広げても、外にバンと広げても、肘はちょっとロック外してますね。上から見、肘はちょっとロック外してますけれども、それをバンとこれ止める力が欲しい。後ろのね、通常こう伸びちゃってるところ、伸びてる、僧帽筋伸びてる。この後ろのラインを縮めたいんですよ。縮めるのが欲しいから、重いのでやる必要はない。止めたいから。で、それが止められる重さね、3キロとか2キロとか。で、そこを使ってゆっくり降りてくるというリアサイドレーズ。まあ、これもね、10回は平気できるようにやってほしいですね。で、さらにやってほしいのが、リアデルトレーズ。まあ、今やったのは、さっきのリアサイドレーズというのは三角筋チューブの後ろと僧帽筋を使ったんですが、今度は三角筋まるっきり後部ですね。この後部がとにかく伸びてます。かなり伸びきっちゃってます。だから、縮められる筋肉、そしてそこをしっかり使ってあげる必要があるということです。これかなり軽くてです。なんか探したらね、うちにこんなちっちゃいダンベルありました。もうこんな感じです。もう本当に多分1キロ、もしくは2キロでも十分です。で、これを、寝転んで、ここからのサイドレーズ。肩関節中心のサイドレーズにしていく。これ肩を後ろに引いたりすることなく、ゆっくりと上で止めて、ゆっくり。上で止めて、ゆっくり。肩の後ろ側ね。肩の後ろ側だけ使っていきます。上から見ると、こういう感じ。肩関節中心に動いて、肘は常にちょっと曲がったままで一定の角度ね。この時に肘がガクーンと曲がってしまうのに、肘は一定の角度。上がった時に伸びると、これ三頭筋になっちゃうから、ここ伸ばす必要なく、ちょっと曲がったままで、肘はちょっと曲がったままで、肩関節、ここね、これ中心で、ずーっと動いていく。トップ止めて、ゆっくり。トップ止めて、ゆっくり。という感じです。これ、肩を15回できる重さで交互にやってほしいので、本当にまあ1キロとか、本当に2キロもあったらかなりきついです。というかもう多分この後ろ痛くなります。痛くなる感じでやってほしい。15回を2、3セットやってほしい。そうすると、後ろが縮められるようになってくるんで、こう伸びたままというのをちゃんと縮められる肩の後ろ側を作ってほしいんですね。今のこのリアサイドレーズ、リアデルトレーズというのは、まあこれは週に2回ぐらいあればいいかなと思います。それなりにちょっときつくて、筋肉痛にもなったりするので、週に2回ぐらいあればいいかなと思います。それから最後に一つやりたいのが、L フライですね。L フライ。これは、ここに寝転んでいくんですけど、肘を90度します。こっちなんですけど、肘を90度にしておいて寝転んで、肘90度でダンベルを持って、こっから、こういうふうに上げていく。こう。こう。この肩から肘までの上腕が軸になって、それを軸として、肘は動かないですね。脇を締めたまま、肘を中心に
この前腕が、ね、ここを中心にこう回転していく。そうすると肩の後ろ側の肩甲骨に乗っかってる筋肉ですね、肩甲骨です。このさっきのリアデルトレーズよりもう一個下の後ろになります。肩甲骨のところに乗っかってるあたりの筋肉が後ろでギュッと縮まります。でゆっくり押す。無理に上げすぎない。僕は上げてもこれぐらいですが、これ以上上げない。で下は結構いっていいですけど、脇を開かないように脇を締めたまま下は結構いっていいです。で後ろ締めたら終わり、締まる感覚があったら終わり、締めたら終わりで、ゆっくり締めるを確認してゆっくり、まあ、横から見るとこういう感じですね。ここから肘を90度に地味にやっていきますけど、地味に効きます。この L フライは今度この肩甲骨に乗っかってこの辺りなんですよ。さっきのリアデルタはこっちなんですけど、もう一個ここなんですね。この辺りが多分ね、これを1キロでいいですからね、本当に1キロでいいです。これを15回右左右左交互にやっていくと、もう2セット目3セット目は絶対に痛くなります。で痛くならなかったら多分やり方がおかしいですね。僕がやってもこれ今 1.5 キロやっても、うわ今のところきついなきついなと思う、ちょっと痛みを感じ始めているところだったんですね。だからそれは痛みを感じれば丁寧な動かし方でやっていってほしい。でこれをやると何がいいかというと、今肩周りだけをさっきやったんですね。肩の、ね、三角筋ばっかりやったんですけど、肩関節自体を後ろにね、肩関節自体を後ろにひっくり返すようなこういう筋肉が欲しいので、それもこの締めるべき筋肉が伸びちゃってるんですね。伸びちゃってるから今度これを締めることで肩関節をぐるっと回転させたい。でそれがあることで肩の位置が戻ってくるので、今の L フライをやっていくということ、まあそういったね、細々したところをちょこちょこやっていかないと肩の位置が正しい位置にならないんですね。ね、正しい位置じゃないのにいくら頑張ってショルダープレスやってもやっぱりこっちだったりとか、サイドレーズなんかバシバシやってるのでやっぱり腰とか、でただただ僧帽筋ばかり効いちゃってとか、全然三角筋ねこうやってやっても全然収縮してないしっていう、全然変わらなくなっちゃう。やっぱりしっかり三角筋をつけたい場合には、正しい位置、正しく収縮できる三角筋、ね、上にも後ろにも収縮できる三角筋というのを作ってあげないとできてくるので、そもそもやっぱり見た目でこうとはこうなっている人は絶対こういうことをやっていかないといけないですね。そうなってない人はいいと思うんですよ。だけど僕が見る限りは最初に言ったように半分8割ぐらいの人はなってますから、この辺ねエクササイズ取り入れていった方がいいと思います。前半のやつはほぼ毎日やってほしい、後半のやつはまあ週2回ぐらいでいいと思うんですけど、やっててほしいということです。これねこの 40,50 代の年代60代でもそうですけど、ものすごい大切です。かっこよくなりたかったらここの細かいことをきちんとやっておきましょう。はい、パーソナルトレーナーのゆうじでした。